マジどうもしろシード長尾人山田山田つです第1回大洲式シュート対決わあ、まあ、大洲式シュートということでまあねあのまたねあの我々の時間を奪いに来た大洲が今日いるわけですよめっちゃ悪者みたいになってまあ今回その大洲式シュートっていうのがあるらしいので、はいはい、まあ今回それを皆様にね紹介できればなと思いますはい今流行ってるからねイングランド式シュートがねまあ確かにまあではねルールとかはまああの説明しながらやっていきたいなと思いますはいそれではいってきマジマジマンジではね順番組からやっていきたいなと思いますさあ高橋さんかはいはい風さんさあ高橋さんはいじゃあ最後じゃんけんじゃんけん勝ち誰か勝ちじゃあ1番選べ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 で、出した人は出す方向の人を回りますはいはいはいランバルはくさびを入れます縦パスを入れますで、受ける人は回ってくる人にボールを落としますで、回っていった人はシュートで、できればペナルペナかいペナルオッケー、まあ、とりあえずやる腰はどこがいいんですかどこでもいいです、うん、まあ足元でもいいですでも、シュートはダイレですダイレまあ、ゆっくりやっていきます。こんな感じです。出して、落として。みたいな感じです。まあ、みたいな感じで、ルールこんな感じなんで、やっていきましょう。じゃあ、はい、じゃあ頑張るか。よし。マンジーマンジーマンジーマジーマンジーI'm
マンジなんだよ。あの実践武器というか横パス縦パスとか、そうですね、確かにみんながこう繋がってる、そうそうそう、でやっぱあの出した後に動き、3人目の動きとか、そういうところがやっぱ濃縮された大図式だと思うんで、はいはい、これぜひね、あの皆さんやってね、あの広めていただけたらね嬉しいなと思います。はい、その方がよかったと思ったらチャンネル登録と高評価の方にします。よし、では次回の芋式シュート編でお会いいたしましょう。